今の顔はどんな感じなんですか。お前が引き分けっぽい顔しろって言うからしたんだ。いやいやいや、無理やり。いやいやいや、引き分けっぽい顔ってどんな顔だよ。今日どうでした試合今。いや、まあ面白かったけどな。勝てた試合ではあったな。私がちょっと用事があって遅くなりますけど、最初林瀬選手が俺が見た時2トップだったんで、あれって最初が2トップだった。いやどういう指示だったんだろうな。でもそんなにフリーマンを任せられるほど信頼は得てないだろ。勝手に変えちゃったってことはねえだろ、さすがに。今日の試合ちょっと全体振り返ってどうでしょう。いや、もうちょい得点力欲しいな。まあ、勝てた試合だよ。今日どう、さすがにこれでリンセンはって感じじゃねえ。いやいやいや、俺背番号9ですから。あと2試合ありますけど、天皇杯、そして横浜 FC、 あと7連戦の残り。そうか、課題もあったけど、まあここまで乗り切れたら同じじゃん。ぜひ。じゃあ鹿島戦だって今日だってね、こっちの方が日程厳しいんだし。ちょっとね、個人的にはなんか鹿島が最後の方時間稼ぎしてるのはどうなんだろう。じゃあ優勝次ないですね。いや、もうしょうがないだろう。はい、そんなに調子いいチームでもないよ。最後一言お願いします。勝ちたかった。はい、残念でした。ありがとうございました。